ベリは北欧神話に登場する巨人である。彼は神フレイによって殺される人物として知られる。震えたアスカルド詩において、フレイはしばしばベリの敵やベリの殺しでと表現される。例として、巫女の予言では輝くベリの殺しでがスルトに立ち向かうといった表現がある。また、詩人ぞこないエビンドの詩にはベリの殺しでの春から岸辺という表現がある。 フレイがベリを殺した経緯は、スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ37章で述べられている。フレイは、彼の宝剣を、ゲルズに求婚するため差し向けたメシ使いのスキールニルに、褒美として与えていた。そのため代わりの武器がなく、おじかの角を使って、ベリを殺害した。道場にはまた、フレイは、すででもベリを倒すことができたが、しかしラグナロクが到来し、 ムスペルノコラと戦う時には、封建がないのを食いるだろうという趣旨の記述がある。ベリがゲルズの兄だという説もある。イギリスの著述家ドナルド・ A ・マッケンジーは、様々な伝承を、主者選択し物語仕立てにして、北欧神話を紹介するその著書、北欧のロマン・ゲルマン神話において、ゲルズに、自身の兄の名がベリだと言わせている。松村武雄による、北欧の神話伝説でも、 ベリの殺害の経緯が述べられている。フレイが封建を手放したと聞いたベリは、仲間の巨人が生止するのも聞かずアルフヘイムのフレイを、襲うが、フレイは壁にかけていた大鹿の角で彼を撲殺した。彼の闘志に感心したフレイは、ベリの体を天空に投げ上げて、星にしたという。しかしこの物語の原点について、松村は、説明をしていない。 国王のロマン・ゲルマン神話112ページただしこの部分が著者の創作なのか、同書8ページに執筆にあたって参考にしたとあるトゥーターニックミソロジーにそのような記述があったのか、はっきりしない。ありがとうございます。